最近冬だから寒いからちょっと控えめで来てたんだけど、皆様ここまで<笑>まじまじと見られると恥ずかしいですね。<笑><笑>皆様本日はクリスチャン・ローランド、クリスマス・リミテッドストアオープンに際してのメディア発表会にお越しくださいまして誠にありがとうございます。 ホランさん、まずはブランドコンセプトとブランドを立ち上げた経緯からお話していただけますでしょうか。まずブランドコンセプトでいくと、まあ、ミニマム、最小限にして最高級っていうテーマでやってるんですけども、まあ、今その現代社会が SNS だったりとかの影響もあると思うんですけども、まあ、所有することに対しての喜び、自宅密着とか見たら絶対シューズクローゼットあげたらたくさん靴が入っているとか、まあ、あれあれでいいのかもしれないですし、そこに美学があったらいいと思うんですけども、なんか一個のものにこう向き合うっていう、 まあ大事さっていうのが、一つのものを長く維持するに愛するっていうところが、まあ、昨今のねフリーソードとか見ててもね、やっぱ一個のものを大事にするっていう文化がなかなかなくなってきてるじゃないですか。だからそこに一石を投じたいなというか、一個のものを長く大事にするのってすごく素敵なことなんだよっていうところを、まあ、このブランドを通して伝えられたら。さあ、そして本日はモデルのトモロードさんにお越しいただきました。ありがとうございます。今回ですねクリスチャン・ローランドモデルに選ばれた、そんな感想を。 いいじゃん。乱れてますね。乱れてますね。どうですか？あ、ぴったりじゃないですか。ぴったり、ちょうだいこれ。<笑><笑>いいよ。まあ、もともとローランドさんのファンで、すごくローランドさんの生き方に共感をしていたというか、だからまずすごく嬉しかったです。 嬉しかったのと、やっぱりクリスチャン・ローランドのブランド、フォーマローズ以外のモデルじゃ務まらないです。<笑>え、なので、みんな瞬間に決めたね、<笑>本当に。見た瞞間に決めた。<笑>今回ですね、クリスチャン・ローランドの着用してた感想を聞かせていただきましたでしょうか。生地がやっぱりすごくしっかりしていていいのと、逆にこれちょっと実演したいんですけど。<笑>ぜひ、お願いします。僕、あの、そう。歌詞やってるんですけど、はい、 ライブとかで昨日もライブだったんですけど、このパンツを履かせていただいたんですけど、見てください、ストレッチ感。すごい伸ばしても、全然そうなんですよ。ラインが綺麗に見えるし、シャーコにしたらジャージだね、もうそうかもしれない。ほぼジャージなのに、このドレッシーな感じでくれたんだけど、 いや、今ポーズがすごすぎて、もう全然騎士の話始まる。すごいよ。新宿あるから、思い出の地域というふうに伺っているんですけども、あるの印象であったり、ここで、ストア。新宿っていう場所に来て、このホストという道が開けて、で、この新宿っていう街で、まあ、悔しい思いもしてきましたし、まあ、逆に言ったらすごくいい思いもしてきましたし、まあ、なんかそういうところで言うと、新宿ってすごくタフで、逆に言ったら夢を掴む魅力があって、 まあまあ、綺麗な部分だけではないですけども、汚い部分も含めての魅力が新宿だと思うので、この街の、まあ、アルタってたこの象徴じゃないですか。だからまあ、その、一ね、水商売に従事している人間としては、やっぱりあのアルタのビジョンに、自分の、動画が流れたりとか、アルタビジョンをご覧の皆さん、ローランドです。こんにちは。いや、本当にね、あそこのビジョンね、 出なかったですよ。やっと出れたら、やっと来ることとか、待ちましたよ。<笑>まあ、自分にとってはあるかっていうのは、まあ、簡単に言うとすごく特別な場所ですよね。僕、初めての新宿デートの待ち合わせ場所があるたまえだったんです。あ、でも大体ここだね。大体ここだね。そうなんですよ。ありがとうございます。はい、では続いてこちらお願いします。はい。 ありがとうございました。皆さんありがとうございました。ローズだろ、トークショー面白いな、なんか。<笑>楽しかったです、普通にね。失礼なんですけど、やっぱりこのポーズってやっぱりこう、シンボルのポーズなんですか？それさ、なんか死ぬほどやりたいと思うよ、マジで。いや、そう。なんか、たまたまやった。
ったのがもうなんかバズっちゃったというか。やっぱりポイントはあの半開きの目なんですか。半開きの目です。ちょっと、はい、そうよく見てますね。マジ寒いぞこれ。はい、来ました。アルタマイ、どうぞ。イエーイ。楽しみや。楽しみ。久しぶりにアルタマイに来ています。画面でかくない？画面でかくない。来る来る。おー、じらすね。寒いよ。アルタビショーをご覧の皆さん、ローランドです。アルタビショーなんですけど、これ僕今出てますよね。確実に曲はずっとアルタビショーに出なかったんだよ。夢が叶いました。ありがとうございます。新宿というのは人生を変える出会いっていうのはあるのかなと。かくいう自分もね、新宿をたまにこう歩いたりとかしているので、まあ、もし僕と出会ったらぜひ声かけてほしいなと。人生を変える体験をさせてあげたいなと。ローランドで声かけてみてください。ありがとう。クリスチャン・ローランドは最小限にして最高記録をしているバンドです。皆さん、年末はですね、ローランド納めをしなくては死んでこないと思うので、ぜひぜひローランド納めをして、そして2人で死んでお迎えてください。ではではからの、あ、来た来た来たよ。いいね。どうぞあのポーズやって。いいじゃん。いいね。すごい。支える人があって、支えられる人が。流れましたね。流れましたね。感動した。感動しました。感動した。初デートの、初デートの待ち合わせ場所にいつか流れる気がする。タイミング合わせてまたちょっと待ち合わせしたいね。確かに。近い感じした。似てる似てる。確かに。嬉しい。年齢が多分切れちゃった。年齢切れちゃった。孫さんも切れちゃった。僕ですか。僕は、はい、僕ちょっとです。多分10着ぐらいあるんで。プレゼントします。いらない。あのせっかく3名いらっしゃるんで聞くんですけど、彼氏がローズさん、ローランドさんだったら誰が彼氏してきたんですか。誰が決まってますよね。決まってますよね。悪意がある。どっちどっち。でも確かに気になる。確かに。あのバレないんだったらどっちもがいい。バレないんだったらどっちもがいい。悪い人がいましたよ、ここに。悪い人が。バレないならどっち。欲張りさんがいましたね。一人選んじゃったら誰がいい。昼と夜どっち。昼と夜。夜担当。昼担当で。ランチ行こう。まだ。あ、なんか夜の方が勝ちなんですね。それはそうでしょ。夜勝ちでしょ。そうですか。まだまだちょっと。返さないかもしれないけど。返さない。でもやっぱ山川さん逆に言ったらローズファンで。はい。全部見てみました全部。で俺の。秘書でなんか俺に全く興味ないけどローズの話だけずっとしてくるわけよ。いやローズかっこいいんで嬉しい。ローズキス。ローズハグみたい。ローズハグ。ローズハグ。ローズハグするよ。怖い。やだ。いや怖い。こっちはいい。なんかでも掴むんだ。そっちが憧れてる。ローズハグください。ローズハグ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 。はい。あ、すみません。なんか秘書が女になるとこ見たくねえな。ありがとうございます。いらっしゃいませ。はじめまして。あ、どうぞ。どうぞ。なんかお探しですか、何か。どうしたら。どうしたら。ストールちょっとつけてください。ストールね。ありがとうございます。
わー、ありがとうございます。はい、はい。あ、いいじゃないですか。いいですか、似合う。はい。じゃあこちらお買い上げということで。ありがとうございます。これはもう好きにも見ていただいてね。はい、はい、ありがとうございます。自由に、はい。でもあの全然多分ネットで見るかわからないけど。どうしてか分からなすぎて固まってますよ。いきなり触れたらなんかちょっとね、あのなんかちょっと不慣れなもので。はい、接客初です。あ、もちろん、はい、でもすごいですよね、慣れてますよね、さすがです。あ、いい、あっちも来てる。サイズどうですか、サイズ。これなんだろう、サイズ。これでも迷いどころではありますね。いや、もちろん、これやっぱこれがちょっとおしゃれだし、普通のジャケットも横山さんもこれね、これよく着用されてて、はい、タックの中にね、サキシドの中にこれ。すごいあのライン、ボディのラインもすごい綺麗に出るので、スタイルもすごい。ちょっと後ろ見てください。大丈夫です。肩幅大丈夫です。こんなショップに行ったらいいな。大丈夫でした。あ、もうちょっと、はい、まずというわけで、お買い上げでございます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。T シャツをちょっともジャケットの中に、はい、ローズさん1枚振りましたね。ね、すごい。ああいうなんか店員さんいたらいいわ。まだ全く壊さなきゃいけないって、こっちだ、耳の裏はね、こっちの方がいいかもしれないんですけど、長持ちは絶対に楽しいんですけど、それも一人1枚食べたいと思います。フリーですよね、きっとね、フリーサイズ。多分フリーだと思います、満サイズ。満サイズ、ありがとうございます。ローズハグ、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 はい、あ、すごい、水が。何の時間だ、これは。マジですね。